どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。最近よく出かけてるみたいだけど何かあったの？最近近所の女の子と仲良くなってな、ママと三人でよく買い物にも行くくらいなんだぜ。今日は一緒に公園に行って遊んでたんだ。そうだったのね。魔理沙が子供やその親御さんと仲良くするなんて意外だったわ。もう可愛すぎて持ち帰りたいとも思ってしまうな。魔理沙、それはちょっと危険な香りがするんだけど。冗談だ、冗談。でも可愛いって思うのは事実だぜ。冗談ならよかったわ。でもそんな発言ばかりしてると、またご近所さんから変な目で見られるわよ。いやいや、さすがに外で行ったりは。え、またってなんだ？どういうことだ？それはさておき、東金幼女殺害事件を思い出したわね。ちょっと待て、全然内容が入ってこないんだが。犯人が5歳の少女を330メートルも離れた自宅に担いで運び、最終的に殺害。自宅から100メートル離れた場所に遺棄した事件よ。勝手に話を進めるんじゃないって、330メートルも誰にも見つからずに運べるものなのか？やっぱりそう思ってしまうわよね。でも証拠と言えるものは見つかっているし、犯人は犯行時の状態を暴走モードとも言っていたこともあって、逮捕されているのよね。ただ一方では冤罪なのでは？という意見も出ている事件よ。ちょっと詳しく聞きたくなってきたな。解説頼むぜ。わかったわ。ということで今回は東金幼女殺害事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件の犯人となる勝木亮は、千葉県東金市で生まれていて、母親とアパートで二人暮らしをしていたわ。父親はいなかったのか？事件当時、父親は入院中だったのよ。勝木の母親は、勝木が幼少期の頃からかなり可愛がっていたわ。母親の勤め先は自宅近くにある飲食店で、勝木は母親の仕事が終わるまで、店の前でよく待っていたそうよ。学生時代の勝木はどんな子だったんだ？特に悪いことをするような性格ではなく、むしろ人懐っこくて友達とよく遊ぶような子だったみたいね。一方ではヒーローごっこをするときに、同級生を強く押したりするなど、荒っぽい印象を持っていたという同級生もいたわ。小学生の頃ってどれくらいの力加減で遊べばいいのか、よくわからない時期だからな。そんな一面も見られてはいるものの、特に目立った問題を起こすことなく、勝木は小学校を卒業することになるわ。ちなみに卒業文集には赤ちゃんのお世話をやりたいこととして書いていたわ。妹や弟が欲しいということか？不思議なことを書く小学生だな。勝木には軽度の知的障害があって、中学生の時に精神発達遅滞を診断されていたからか。周りとは少し違う発想を持っていたみたいよ。勝木の障害は生活に支障をきたすものだったのか？勝木の場合は知的障害者に交付される養育手帳で、5段階のうち最も軽い B2 だったわ。ちなみに精神発達遅滞は認知言語や運動、社会能力に障害があるものなんだけど、勝木は生活が全くできないほどの障害ではなかったそうね。そして勝木は中学、高校を卒業して、2005年の4月から学校の紹介で隣の市にある、寝具製造工場にパートタイム契約社員として就職することになるわ。工場勤務ってやつか。そうなるわね。入社する際の履歴書の志望動機には、会社のために一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。と書かれていたわ。この職場で、勝木はどんな仕事をしていたんだ？勝木は機械で布団を洗濯したり、綿を打ち直したりする作業を任されていたわ。特に職場で問題を起こすことはなかったみたいなんだけど、会社は仕事をする場所、仕事をしなさい、と従業員から叱られることが多々あったそうよ。障害があると難しいところではあるよな。勝木はそれに対してちゃんとやってるのに。と、ぶつぶつ言いながらふてくされた態度で仕事をしていたわ。でも会社の忘年会では自ら進んで演歌を歌っていたり、社員旅行にも参加していて、職場には仲の良い同僚もいたそうよ。そして毎月10万程度のお給料をもらっていたみたいね。勝木はカラオケとかも好きだったんだな。他にも趣味はあったのか？アニメや漫画、フィギュアに塗り絵などが主な趣味だったみたいね。勝木の部屋には美少女ポスターがびっしりと壁に貼り付けられていたそうで、それ以外にも漫画やゲームで棚が埋め尽くされていたわ。アニメは女児が好むような作品や特撮作品などで、有名ハリウッド映画や時代劇と多くのジャンルが好きだったみたいね。レンタルショップでは多い時で、1日おきに5から6本ほど映画をレンタルしていたわ。5、6本はすごいぜ。それほど映画とか好きだったんだな。勝木は突然無断欠勤をするようになり、職場に顔を見せなくなるわ。え、突然どうしたんだ？ちなみにこの時点での勝木の知能指数は6歳くらいだったんだけど、病院や福祉団体の支援などは受けていなかったそうよ。また、この無断欠勤は事件発生の1ヶ月ほど前の出来事で、同僚の女性に対して仕事が辛いと話し、
会社を休んでいたわ。同僚は無断欠勤の理由などは聞いていなかったのか？心配した同僚の女性が出ておいでよと勝木にメールを送っていて、それに対して勝木は仕事が嫌になっちゃったと返信しているわね。まあ障害とか関係なく、仕事が嫌になってしまう時ってあるよな。その後、勝木の母親は子供が会社に行きたくないと言っているので、辞めさせます。と会社に伝えていて、2008年の9月20日付で退職しているわ。そしてこの次の日に、勝木は事件を起こすこととなるの。事件が発生したのは2008年の9月21日で、この日の11時40分頃、勝木は路上を歩いていた当時5歳の A ちゃんを見つけるの。その A ちゃんが被害者になってしまう子か。そうよ。勝木は A ちゃんと友達になりたいと思って声をかけようとしたんだけど、なぜか勝木は声をかけるのではなく、A ちゃんの口をハンカチで塞ぎ、抱え上げた状態で330メートルも離れた自宅に連れ帰ってしまうの。5歳の女の子とはいえ、抱えたまま連れ帰るなんてできるのか？実は勝木は幼少期から体格に恵まれていて、それなりに力があったそうよ。絶対的に不可能ではないとも言われているわね。A ちゃんは勝木の部屋の中で漫画を読んで楽しんでいたそうなんだけど、そのうち A ちゃんは帰りたい、バカと勝木に言い始めるの。そりゃあ、無理やり連れてこられてるしな。そんなことを言われた勝木は A ちゃんを黙らせたいと思い始めるんだけど、自分の部屋が汚れると母親に怒られてしまうと考え、A ちゃんを浴槽に連れて行くわ。汚れるって、一体何をする気なんだ。勝木は浴槽に連れて行った A ちゃんを浴槽に沈めてしまうの。というか、そもそもなんで連れて帰ったかもわからないんだが、勝木は一体何がしたかったんだ？実は、それについての詳しい情報がないのよね。それに勝木自身、知能障害があるため、取り調べもうまく進まなかったわ。これについては後に詳しく話をするとして、浴槽に沈められた A ちゃんはそのまま息を引き取ることとなり、勝木は A ちゃんの遺体を抱えて、100メートル離れた資材置き場の側溝に放置するの。330メートルを移動させた後は100メートルも移動させていたのか。それも可能なのか疑ってしまうぜ。また、A ちゃんが身につけていた衣服や靴はレジ袋に入れられて、勝木が住んでいたアパートの駐車場に捨てられているわ。この駐車場は、ちょうど勝木の住むアパートのベランダの下に位置していたわ。証拠隠滅をしようとしてベランダから投げ捨てたってことか？かもしれない。って感じね。これについても詳しくは分かっていないのよ。そしてさらにこの事件が不思議に思えることとして、A ちゃんの遺体が発見されたのが、午後0時25分頃で、勝木は40分程度で全ての犯行を完了させているわ。たった40分で？また、ここから勝木が逮捕されるまで約3ヶ月の時間を要することになり、勝木はその間、会社に保険証や制服を返却していたわ。その時の勝木の様子はそこまで変ではなかったみたいだけど、髭は伸び放題だったそうよ。仲の良かった同僚とは会社を辞めてからも食事に行くことがあって、別の仕事を探しているとも話していたらしいわ。特に変な行動をしていたわけではないんだな、と思えるかもしれないんだけど、犯行後に勝木は、不可解な行動を繰り返しているのよ。ある日、アパートに住む女性がエレベーターを降りたところ、扉の前に勝木が立っていたようで、その女性は普通に会釈をして挨拶したんだけど、勝木は無反応だったの。特に気に留めることもなく、女性は自分の部屋に向かったんだけど、勝木はその後をつけていき、女性が自宅へ入った際にインターホンを鳴らしているわ。軽くストーカー行為なんだが、ただインターホンを鳴らした時は、女性の母親が自宅にいて、何かご用ですか？と尋ねたところ、勝木は何も言わずにその場を立ち去っていったらしいわ。また、事件を取材している女性記者が勝木に取材をしていて、その後、1日10回以上女性記者に対して無言電話をかけていたりもしているわ。その行動についても詳しい理由は明らかになっていないのか？そうね、詳しくは語られていないわ。そんな不可解な行動をしている勝木に、前の職場の元同僚が電話で、職場で勝木くんが犯人かもしれないって言われているよと言ってくるわ。何を根拠にしているかはわからないが、みんな思うところがあったんだろうな。実は元同僚の女性は、冗談で勝木にそう話したそうなんだけど、それを聞いた勝木は慌てた様子で僕じゃないですよと返事をして、被害者がかわいそうだね、なんでそんなことしちゃったんだろうねとも話していたそうよ。また別の日にはメールでお元気ですか、僕は元気です。今仲良しの女の子とメルトもしているんだとも送っているわ。メルトも？どこで知り合ったんだ？この仲良しのメルトもというのは、取材中の女性記者だと考えられているわ。じゃあメルトもっていうのは、勝木が勝手にそう思っているだけとも言われているわね。一方で警察の捜査は着実に進んでいて、事件当時の目撃情報から、勝木犯人説が浮上していたわ。
A ちゃんの衣服が入れられていたレジ袋を詳しく調べた結果、付着していた指紋が香月と一致し、袋の中に香月の母親の髪の毛が入っていたことから、12月6日に逮捕されているわ。香月がどんな証言をしていたのか知りたいぜ。取り調べではパトカーが来る前に被害者の女の子と会っているが、その後はよく覚えてない、と供述して、詳細は黙秘しているわ。ちなみに、逮捕前の取材では、事件当時は午前9時から午後3時まで、近所の図書館にいたと話しているわね。かなり発言が食い違っているな。また、漫画や映画についてはかなり饒舌に話していて、まともに取り調べが行える状況ではなかったわ。ただその後ごめんと、徐々に事件への関与を認めるような発言が増え、部屋に入って振り向いたら玄関に女の子がいた。気がついたらぐったりしていた。カッとなって犯行に及んだなどと述べていたわ。これまた逮捕前の取材や、最初の取り調べとは違う供述をしているな。供述内容はさらにコロコロと変わっていき、帰りなさいと言ったのに聞かないので頭に来たと話したり、無理やり自宅に連れてきて帰りたい、帰らせない、というやり取りになったなどとも話しているわ。こういった状況が続いていくことで、弁護側は捜査機関の取り調べについて、誘導性が高いことを懸念するようになるの。2009年の4月17日に千葉地検は香月を起訴しているんだけど、弁護側は香月が裁判手続きを理解しておらず、訴訟能力がないとして、公判停止を求めていたわ。犯行のきっかけについてはどうだったんだ？犯行のきっかけについて問われた香月は A ちゃんにバカと3回言われて、暴走モードになったと答えているの。そういえば冒頭でそんなこと言ってたな。この暴走モードという言葉の意味は、アニメでロボットが制御不能になった状態と説明していて、これまでに暴走モードになったのは、ゲームで負けた時だと証言しているわ。何が何だかわからなくなってしまったってことか？そう考えられてはいるんだけど、これについてもわからずじまいだったわ。その後、弁護団は香月は冤罪の可能性があると判断して、レジ袋から検出された証文、指紋を民間の指紋鑑定士に独自で鑑定依頼をしたわ。民間の指紋鑑定士なんてあるんだな。そして、その鑑定結果はなんと香月のものと一致しないという結果だったの。さらに、当時18キロだった A ちゃんの体重と同じ人形を使って、犯行再現実験の鑑定書、証拠を提出して記者会見を開いて、無罪を争う方針を表明しているわ。そういえば、香月の住んでいた部屋は何階だったんだ？ 3 階なのよ。体格に恵まれた香月でもそこまで担いで運べるとも考えにくいし、もし運べるとしても、誰にも見つからずに運ぶのは難しいと考えられているのよ。さらに香月の部屋からは、A ちゃんの指紋や毛髪は、一切見つかっていないため、無罪を主張しているわ。昼間に少女を担いで運んでいれば、誰かしら不思議に思うものだよな。しかし、そこまでして香月の無罪に徹していた弁護団が一体どういうことなのか。その後一転して、犯人の可能性があるという主張に変わってしまうの。主張が変わった要因として、突然香月の主任弁護士が辞任したことが挙げられているんだけど、なぜ主任弁護士が辞任したかは不明なのよ。香月にはどんな判決が下されたんだ？その後、検察側の主張や調書の信用性なども全面的に認め、その上で訴訟能力の欠如や責任能力は限定的であると主張したわ。そんな中でも公判は進められていき、判決公判では求刑懲役20年に対して、懲役15年が言い渡されているわね。裁判長は言語能力は一定の制限があるものの、黙秘権や裁判の内容を概ね理解し、自発的に対応している責任能力についても、行動制御能力が著しく低下していたとは言えない。動機は独りよがりで、犯行の発覚を防ごうと画策している点も悪質としているわ。確かに発見される可能性の有無は別として、証拠隠滅のような行動をしていたしな。そして裁判長が香月に分かった？ちょっと難しかったかな。と呼びかけると彼は小さく頷いたらしいわ。その後、弁護側が控訴上告するも全て棄却され、2012年4月20日、懲役15年が確定しているといった感じね。一部では、この事件の冤罪説が唱えられていて、知的障害を持っている香月を利用したとも言われているの。本当にそうだとしたら、かなり悪質な事件になるな。それでも香月が犯行を認めるような供述をしているため、全てがはっきりしないまま逮捕から判決、そして A ちゃんの母親に対して、3000万円の慰謝料を支払うように命令されているわ。目的も犯行のきっかけもはっきりしていないから、不完全燃焼って感じになってしまうな。とまあ、事件の解説はここまでよ。あまり変な発言をしていると、マリサも変な目で見られるから気をつけてね。確かにそうだな。発言には気をつけるようにするぜ。というわけで今回は東金幼女殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。